おはようございます。なんで毎朝ここからスタートするかというと、動画素材を区分けしやすいんですよね。一日の始まりがこの緑っていう、そんな感じで今週もスタートしていきます。お昼のチャイムが鳴りよる。お昼や。月曜の朝から穏やかやな。おもろ平野を収穫する朝。さあ、畑から帰りながら今週の予定でも話していこうかと思うんですけど、まあ、今週は特にイベントとか予定してないんで、まあ、ひたすらバンドリオンリーに向けて原稿を書いていくって感じですね。まあ、今ネームを切ってる最中なんで、なんとかもう 2,3 日以内にネームを切り上げて、でその、まあ、下書きみたいなもんなんで、そこから下書きをさらに、詳細を詰めていって、で原稿を実際に清書していくみたいな感じですね。まあ、この清書の段階をある程度進めていきたいなって感じですね。なんとか来週再来週ぐらいまでに完成させて、早期入稿して割引で本を作りたい。なんとかやりたい。こうしてお腹も空いたということで、今日はモロヘイヤ&熟したゴーヤと、あとオクラの納豆あえですね。これは美味しそう。熟したゴーヤ初めて、ここまで熟したのは初めて食べたんですけど、結構苦味が抜けて甘くて、で柔らかくて美味しいですね。よし、いただきます。今日は朝畑で採ったゴーヤたちとカレー炒めでございます。カレーを入れすぎたのか、ゴーヤが黄色いからかわかんないですけど、めちゃくちゃ黄色い。いや、いい匂いですね。今同人誌でピアノを弾くシーンを描こうと思ったんですけど、ちょっといい素材がなかなか見つからなかったんで、ちょうどどこのご家庭にも1台あるこのピアノと三脚を使って今、素材を撮影しようとしています。よかったピアノあって。おはようございます。今日は台風の予定だったんですけど、ハロワに行ってきます。ちょうどなんか移住仲間が行くらしいんで、便乗していくことにしました。よく見たらミントにお花咲いてますね。いいな。はい、今日も真面目に職探ししてきました。意外と東京大阪とかイラストレーターとか漫画系の案件あって、まあ面白かったですね。爆安食堂と噂のとこに来ました。はい、今日は大分市内とかうろうろしてて、さっき移住仲間の方の家でご飯も食べて帰ってきたところです。真っ暗で多分何も見えないと思うんですけど、めちゃくちゃ星綺麗、月が半分ぐらい出てるんですけど、それでもめちゃくちゃ見えますね。うん、見えてくれ、もしくはキツキに来てください。これはね、やっぱたまらんわ。キツキに住み続ける理由の一つがこの星空かもしれんですね。さっきですね、ツイッターでなんかお金僕の生え際が話題になってたんですけど、その AGA 治療した方がいいよみたいな言われたんですけど、まあ、月1万ぐらいらしいんですよ、薬代が。いや、確かにそれも面白いんですけど、まあ、月1万やったらその事務処理の師匠を雇いたいみたいなで言ったら、なんかそのファイヤー生活暇なのになんか秘書を雇う意味がちょっとよくわからないみたいな YouTube にコメントあって、逆に僕はその時間が余るみたいな状況がもう本当に理解できないですよね。例えばこうやって散歩する時間も大切やし、で何よりそのまあ
自分の作品を、面白い作品を残したいっていう思いがあるんで、まあ、とてもじゃないけどこの人生1年1回では足りないんですよ。でさらにアニメも見たいし、漫画も読みたいし、小説も読みたいし、でそれを友達と語りたいし、でその見たやつももう1回繰り返して見たいし、でさらに、まあ、別のそのまだ体験したことのないこととかそういうのもいろいろやりたいしってなったら、どう考えてもこの人生一周じゃ足りないんですよね。なんで、まあ、そこのこう違いがこういろいろ人間ってあるんだなっていうのはすごくこう、まあ、面白いなというか、まあ、そこも創作に生かせたらいいなと思いましたね。びっくりした。なんかそもそもこのファイヤーで退職したのも、その時間が欲しいっていうことやったんですよね。なんで、まあ、退職したから暇やろみたいなよく言われることがあるんですけど、もう暇なんてことは全くなくて、もう今でも時間が欲しいっていう感じなんですよね。退職した今でも全然時間足りないです。そうそう、よく YouTube とかコメントでなんかお金使いすぎですみたいなこと言われるんですけど、まあ、確かにその心配してる人もいると思うんですよ。この本当に自分はやっていけるんだろうかみたいな。で、まあ、そういう方のためにも、そのなんか自分の僕の考えを話しておくと、まあ、今その資産900万あるんですよね。でこれで生活費はそのまあ基礎生活費5万ぐらいなんで、まあ、どんだけね、まあ、浪費したとしても、まあ、10万使ったとしても別に全然なくならないんですよ。でかつそのある程度の、まあ、本当月なんかまあ言って5万とかですけど、なんかいろんなブログとか YouTube とか、あとこの間電子書籍出してその収入とかで、あと最近はイラストも出てきてみたいな、まあ、そんな感じで収入もあると。これ別に僕がめちゃくちゃすごいとかじゃなくて、その本当月1、2万の月もあるんですよ。それでも、まあ、自分の力で稼いでいけば、そのプラス低支出生活で、ある程度成り立つんで、まあ、全然こう怖くないんですよね。で、まあ、月5万とかなんで、まあ、なんか足りないなとか、ちょっと不安だなと思ったら、ちょっとバイトすればいいじゃないですか。まあ、それもなんかね、その、気づきだったら、こう、いろんな、知り合いとかもいたりするんで、まあ、多分ね、こう、人間関係をうまくやっていけば、その、意外と見つかったりするっていうのもちょっと実感してきてて、まあ、なんで、その、すぐ立ち行かなくなるってことは、まあ、ないなと。こういう話をすると、やっぱ、いざという時どうすんだみたいな、事故とか病気とかなった時。で、まあそういう時は、まあ今の段階だと普通に資産あるじゃないですか。で、もし資産がなかったとしても、その時は家族とかに頼ればいいんですよね。で、まあそれがなかったら生活保護とかもあるわけじゃないですか。なんで、まあそこまでそのなんかこう、ものすごく心配する必要って全然ないのかなっていうのは、まあ、この1年を通して特にこうより実感してきた感じが、まあ、ありますね。まあ、そこら辺を詳しくはファイヤー本を電子書籍で出したので、まあ、そこで結構語ってるんで、まあ、Kindle 本をぜひ概要欄の方をチェックしてみてください。 Kindle Unlimited とは無料で読めますんで、よろしくお願いします。おはようございます。いや、台風もすっかり過ぎ去っていい天気ですわ。散歩しようかね、涼しいし。We know the way, all just for me to see you, but never be the same. はい、これから別府のユニクロに行こうかなと思います。ついでに、まあ、ズボンとかをちょっと買い替えたいと思ってるんで、この友達からもらったズボンと、この完全に日に焼けたカーディガンをユニクロの回収ボックスに入れに行こうかなと思います。このズボン、もともと友達がもう捨てるわっていうやつを3本丸ごともらって履いてたんですけど、さすがになんか真っ白になってきて、ちょっと何とも言えない感じなんで、入れ替えようかなという感じです。無印の割といいな。マジか。別府夢タウンのユニクロが営業しなかったんで、ワサダタウンのユニクロにやってきました。Oh, no.
よし、ユニクロで買い物完了。お腹すいたし、なんかちょっとつまむか。帰ってきたぜ。いや、もうカブでこの格好で走ったら普通に寒かったっすわ。冬やん。さあ、ご飯いただきます。もう買い物に行くのはちょっとめんどくさかったけ、畑の野菜で、そして久しぶりの玄米いただきます。お、今来月の成田行きの飛行機撮ってたんですけど、ピーチがいつの間にかこのペイペイ、ラインペイ、D 払いとかに対応しとる。これはありがたいな。おはようございます。昨日は飛行機の予約を永遠としてたんで、気づいたらなんか寝落ちしてましたね。疲れたわ。なんかこの飛行機予約とか結構大変なんで、その点東京周辺住むのは確かにありかもしれない。そんなに行くとも思えないんですけどね。マスターピース。今年の初めに緊急小口資金と総合支援資金っていうのを借りたんですけど、それを償還免除にするための書類がいろいろ必要らしいんで、役所に行くぜ。よっしゃ、役所来たぜ。だいぶ涼しいな。ああ、頑張ったわ。お腹すいたし、ダイレックスと畑行って帰ろう。おお、ええ景色や。なんか秋っぽい空になってきましたね。普通に涼しいし。散歩して野菜をゲットしてきました。ということで、いただきます。今日から毎日1万歩ぐらいは歩こうかなと思ったんで、この後また散歩してこようかなと思います。食後の散歩してます。もう完全にこの時間涼しいわ。真っ暗やけど、今日は月が出てるんで、まあ全然見えますね。よしよし、1万2000歩歩けたわ。まあ、特に1万歩歩くエビデンスとかないんですけど、なんとなくこのぐらい歩きたいなという感じで、まあ、いざ散歩しだしたら気持ちよすぎて、あ、もう終わってしまったみたいになって帰ってきました。おはようございます。いや、ゴミ捨てに間に合うかなと思ったけど、余裕で2時間ぐらい間に合わなかったわ。やっぱアラームなしで出たら余裕で11時か12時ぐらいになりますね。昨日収穫したオクラと大葉を使ってお昼ご飯でございます。図書館行って、その後夕方に福祉協議会に行くんで、今から準備していきましょうかね。なんとなく今日お腹空いてた気がしたんで、このもらった袋ラーメンで、あのこの間教えてもらった油そばを作っていました。なかなかうまいな、ジャンキーやわ。ぼちぼち図書館行きますか。いや、昼ご飯食べたらやっぱ体重くなりますね。やっぱ昼ご飯軽めにしてがっつり食べるのやめよう。家で作業してもいいかなとか思ったんですけど、やっぱ昼間はまだ暑いっすね。あの図書館の空調の効いた部屋でやらせていただこう。筋トレしてそのままこのマットの上で爆睡してました。いやー、謎に寝る。めちゃくちゃ寝とったのにまたお昼寝するっていうね。ご飯食べよう。よし、今日はダイレックスに買い物行こうかなとか悩んでたらそのまま爆睡してたんで、サバ缶とお野菜でございます。じゃあいただきます。最近恒例の食後の散歩でございます。気持ちいい。月が綺麗や。今日は月明かりがあったら余裕で歩けますね。アイス食べたくてドラモリに来てしまった。
や、歩いて行ける範囲にこんなあるの良くないし、こいつが悪いっすね。このリンゴくんがゲットしてきたぜ。この健康のために散歩しながら健康に悪いアイス食べるとウケるな。まあそれが人生というものですよ。よっしゃ、ほぼ1万歩歩いたぜ。風呂入ろう。今日はね、あの漫画のネーム、まああの設計図的な、あの下書きの下書きみたいなやつがとりあえずは完成したんで、お祝いということでこれからライブ DVD を見ます。今月の末ぐらいにこれ行くんで、ちょっと予習をしとこうかなと。なかなかあれなんですよね、こう作業しなきゃみたいな感じでこう見るタイミングを失うんですよね。いやー、楽しんだわ。最高でしたね。なんかメンバーの MC で最後ずっと声優を目指してたけど、いろいろ反対されたり、なんかまだ目指してたのとか周りから言われて辛かったけど頑張ってきてよかったみたいなこと言ってて、まあなんかええ話やなと思ってちょっとうるっと来てしまいましたね。いや、よかった。おはようございます。今日はいつもより短めであえてアラームをかけて起きてみました。6時間睡眠ぐらいかな。なんか10時間ぐらいいつも寝てたんですけど、体バキバキになるんで、ちょっとあえて短めにしようかなみたいな。なんか全然空気入ってないというか、もはやパンクしとるような気がする。ちょっと見てみよう。最近はこの食べ物からタンパク質を取ろうかなと思って、鶏肉をいつもより多めに買ってきました。まあ、このプロテインでもいいんですけど、これもまあ結構な値段するんで、まあ、どうせ食べるんやったらタンパク質のある食べ物を食べて食費とプロテイン代を兼ねようかなみたいな感じですよね。まあ普通に自炊もできるし、基本的にはね、タンパク質があるやつを食べれるので、まあ、それで行こうかなみたいな。さあ、ご飯食べましょうかね。ちょっと野菜を取りに行こうかと思ったけど、めんどくさかったんで、もう鶏肉だけでええかという感じで。ではでは、いただきます。とある海岸でたっぷり月見たんで帰ります。お月見団子を食べております。おはようございます。いや、めちゃくちゃいい天気。まだ夏が続いてる感があって嬉しいですね。これから移住仲間の誕生日パーティーに行くので、いろいろと準備をしております。別にこのワックスでキメキメにする必要はないけど、最近は練習がてらちょろちょろやってますね。いや、なんとよくわからん。やっぱ回数を重ねるとやり方がようわかんないですよね。未だに正解がよくわからんし、日焼け止めも塗ってくぜ。日焼け止め塗ったけど結局普通に日焼けしとるんやな。塗りが足りんかったかもしれない。ありがとうございます。移住民の仲間と誕生日パーティーをして帰ってきました。いやー、久しぶりに酒飲んだわ。寝よう。健康のために玄米食べてるんですけど、この炊飯器にこのね、なんか白い粉みたいなのつくのは嫌なんですよね。これはなかなかこの食洗機で落ちないんですよ、一回じゃ。つか普通にこすらんと結局落ちんっていう。これ玄米食べるちょっとなんやろ、意欲を削いでくるよね。寝ようと思ったけど、明日のブログ
4コマ漫画を投稿するの忘れとったわ。くっそー、結構な長文書いた文字をコピーした後にまた別のコピーしてしまって、でその長文をどっかに消し去ってしまった。くそー。今ですね、何をしているかというと、実は明日から急に名古屋、大阪方面にちょっと行くことになって、行くことにしたんですけど、なのでちょっとその用意をしております。はい、ということで今週も終わりなんですけれども、明日からはですね、移住仲間の方が東の方に車でなんか移動する用事があるということで、僕もどうしようかなと思ってたんですけど、で一旦は別に行かなくても原稿を頑張ってようかなと思ってたんですけど、待てよと、で帰って考えたんですけど、岡本太郎先生の言葉が本に書いてあって、でそれでなんか危ない道を選べみたいな書いてたのを思い出したんですよね。だけで、あ、これは原稿ちょっと進まないリスクはあるけど、でもそれ以上のなんかちょっと会いたい人とかいろいろいるので、そこに会えてでかつ原稿もうまく進められるこう環境に切羽詰まって進められるみたいな状況になるんであれば、それはなんかもうどっちも取れるしいいんじゃないかと、ただ確かにリスクはあるけど、その危ない道を選ぶことでより良いところに行けるんじゃねえかということで、急遽明日から行くことにしました。ということでバタバタ準備して、もう、3時なんですけど、これからダッシュで寝ます。ということでおやすみなさい。また来週お会いしましょう。